さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。皆さんは BTO パソコンって知ってますか？ BTO？ はい、BTO とは Build to Order の略なんですが、今回はその BTO メーカーのストーム様から案件をいただいたので BTO パソコンのご紹介をしていこうかと思います。自作と BTO、何がどう違うのか気になるところね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで、今回は BTO パソコンショップ、ストーム様から BTO パソコンそのものを1台いただきました。え、1台？はい、で、今回ですね、カピラボのカキさんがこのストームさんの工場に潜入しておりまして、そこには大量のパーツの山や、専門技師さんたちの組み立ての様子、普段見られないような光景など、様々なところを見せていただけたので、その様子はカキさんのチャンネルで公開しておりますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。ではまずストームってどんな会社なんだろう、というところから見ていきたいと思います。ホームページを一緒に見ていきましょう。まずホームページを開くと、ど真ん中にその時のイベントやセール情報のバナーが出てくるんですが、その上のこちら、ゲーミングパソコン、クリエイター向けパソコン、特別仕様パソコン、スタンダード、静音、小スペース、パーツ周辺機器などを選ぶところがあります。これは各用途によってページが分かれているので分かりやすいですね。使用しているパーツ類は、メモリはクルーシャル、マザーボードは MSI などを取り扱っているみたいです。せっかくなのでみんな大好きゲーミングパソコンを覗いてみましょう。こちらのストームさんは、ケースや電源にこだわりがあるみたいで、エアフロー特化や4連ファンのピカピカゲーミングパソコンから、スタンダードなケースのパソコンまで幅広く取り扱っているみたいです。真ん中ぐらいからは、各スペックに応じたパソコンがずらずらっと並んでおります。こんだけあると迷っちゃいそうね。まあそれを探すのも楽しみの一つかと思います。この特別仕様パソコンっていうの気になるんだけど、せっかくなのでここも見てみましょう。何これ普通のパソコン。シュラミちゃん、これなんだけど、二つのパソコンが一つのケースに入っているんだよ。え、二つのパソコン？はい、こちらは現在販売終了しているみたいなんですが、Ryzen 9 3900X と Core i9-1900 が乗った超ロマンパソコンだったみたいです。一つのパソコンに二つのパソコンってどうやって使うの？一つはゲームをしながら、一つは配信用と、とかかな。あんたわかってないでしょ。あとはスペックから BTO パソコンを選んだり、おすすめしているパソコンから選んだりもすることができます。で、このホームページから注文を受けて、ストームさんの工場で作成、検査、発送をやっていくみたいです。ここら辺の詳しい話は、カキさんの動画でしょ。で、お願いします。では、私の家に届いたパソコンのご紹介もしていきたいと思います。お、一体どんなパソコンが届いたのかしら？しららら。私が今回いただいた BTO パソコンは PGOJ という商品になります。こちらはインテル11世代 i5 と RTX3050、メモリが 16GB と NVMe SSD 500GB、Windows 11 Home 64bit が搭載されているものとなります。では梱包状態も確かめながら開封していきたいと思います。オープン。はい、中はケースに合わせた梱包材と、空気のクッション材でしっかり梱包されていました。こちらのクッションの右側には、このパソコンを作った時に、使わなかったものや電源ケーブル、Windows のプロダクトキー等が入っていました。では続いてクッション材を取っていきましょう。クッション材の下のパソコンそのものも包装されており、かなり梱包は丁寧だなと感じました。ここまできちんと梱包されていれば配送中の不良とかもなさそうね。ですね。それでは実際にそのパソコンを見ていきましょう。はい、ということで中身が出てきました。では改めてこちらのスペックを確認していきましょう。こちらは現在ストームさんで実際に販売もされているもので、CPU はインテル Core i5-10400F、6コア12スレッドでクロックが 2.6GHz から 4.4GHz、TDP65W、メモリは DDR4 の 16GB、今回いただいたものは 16GB が1枚だったんですが、通常の販売時は 8GB が2枚の構成だそうです。GPU は i3D の GeForce RTX3050 が載っております。ストレージは NVMe SSD500GB、OS は Windows 11 Home 64bit が入っています。
ここには書いてませんが、使用マザーボードは MSI の MPG-B560i ゲーミング H Wi-Fi で、搭載電源は SFX650W 静音80プラスゴールドになります。シュラララニュース。突然ですがニュースのお時間です。今回の BTO パソコンに使われているケースですが、こちらはジョンスプラスの i100 Pro というケースになります。こちらは高級感のあるアルミ製でスタイリッシュな両面強化ガラスのミセルミニ ITX 用パソコンケースとして、側面は両面とも強化スモークガラス。外装は光沢のあるアルミ素材。ミニ ITX 専用ケースなのに3090も乾燥可能。さらに空冷、簡易水冷、どちらも乾燥可能で、SFX 電源、ATX 電源が搭載可能となっております。今回はこのケースをストームさんで特別価格で販売しております。気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。以上、ニュースをお伝えしました。シュラララ。何今のニュース？何かありました。それでは実際に起動させてこの BTO パソコンの性能を見ていこうと思うのですが、ここで、もしパソコンを持ってなくて BTO パソコンを買いたいという人向けなんですが、このパソコンだけでは実際に動かして遊んだりすることができません。他にも何か必要なの？それがこちら。最低限必要なものですが、モニター、キーボード、マウスは必要となります。パソコンを初めて BTO で買うって方は、ここら辺も忘れないようご用意ください。それでは起動するために先ほどのキーボードとマウスをパソコンに取り付けます。今回は無線のキーボードとマウスなので、こんな感じの小さな受信機をパソコンに取り付けていきます。続いてモニターのケーブルをつなげていきます。ここで BTO あるあるなんですが、この HDMI や DP の差し込み口がマザーボードにもついています。ストームさんは作成の段階でこのように使用しませんとシールが貼ってあるのでわかりやすいですが、下側のグラフィックボードに差し込んでください。このシールはありがたいわね。それからインターネットにつなぐための LAN ケーブルもつなげていきます。Windows 11 Home は、初期セットアップ時にインターネットにつながってないと先に進めなくなるので注意です。なんでインターネットにつなぐ必要があるの？それはですね、マイクロソフトアカウントに登録しないといけないからですね。なるほど。では最後にこちらのパソコンを起動するために、この付属品の中から電源ケーブルを取り出します。こちらが電源ケーブルとなります。ではこちらのケーブルを、パソコンに取り付けていきます。このケースは電源が上にあるので、そちらにつなげます。それでは実際に動かしてみましょう。スイッチオン。こんな感じでマザーボードメーカーのロゴが出るんですが、これは自作パソコンでもあるんですが、初回起動時はパソコンが何回か再起動を繰り返すので、しばらく待っています。ここでようやく Windows 11の初期セットアップ画面が立ち上がってきました。基本的には画面に沿って進んでいけば問題はありません。ここでインターネットの接続確認が出ますので、無線の方はパスワード等を入れてください。ということでデスクトップ画面まで来ました。今回はいろいろと検証しようと思って、すでにゲームなどインストールを済ませてきました。おお、結構な数入れたわね。それでは検証行ってみましょう。シネベンチ R23?こちらはシネベンチというベンチマークソフトになります。パソコンの頭脳とも言える CPU の性能を測るためのソフトになります。では結果を見てみましょう。マルチが7657ポイントと6784ポイント、シングルが1336ポイント、アイドル時の温度が52度で最高が90度と93度でした。パワーリミットと呼ばれる電力制限は、今回一番下の 65W に設定してありました。というか CPU クーラーがリテールクーラーだったので、これは仕方がないかなと思います。なので、逆に今回は、送られてきたパソコンをそのままの状態でどのくらい性能が出るのかを見ていこうかと思います。では続いてゲーム系のベンチマークをやってみましょう。ファイナルファンタジー14。映像は左側がフル HD の最高設定、右側が標準設定となります。その間の高設定もやったんですが、キャプチャー映像がきちんと録画されていなかったので、後ほど結果だけご報告させていただきます。
って、すでに設定の差が出ていて、GPU の使用率や FPS を見ていると結構差が出てるなと思います。まあ使っているモニター次第では最高設定でもいけそうですけどね。では結果を見てみましょう。結果は最高設定が 14,921 のとても快適、高設定が 15,555 の非常に快適、標準品質が 23,12 の非常に快適となりました。RTX3050 もなかなかやりますね。では次。ファイナルファンタジー15。続いて FF14 ベンチマークより重い FF15 ベンチマークもやってみました。設定はフル HD で、左から高品質、標準品質、軽量品質で行いました。じゃ、またね。ではオーライお姉さんが言ってしまったので結果を見てみましょう。高品質が6678の快適、標準品質が8860の快適、軽量品質が11029のとても快適という結果になりました。やはり FF15 は重いですね。では次は実際のゲームをやってみましょう。モンスターハンターライズ。つい6月30日に拡張コンテンツが出たモンスターハンターライズもやってみました。設定は左からグラフィック設定高、中、低でやってみました。このゲーム、グラフィック設定低だと FPS はかなり上がるんですが、かなり映像が荒い感じに見えるんですよね。なので、個人的には中設定以上がおすすめとなります。で、今回の RTX3050 だと 60Hz のモニターであれば、グラフィック設定高でも十分だし、どうしても 144Hz を出したいって人は低設定がおすすめになります。ここら辺は好みになるわね。ですね。では次。エルデンリング。オープンワールドアクションゲームのエルデンリングもやってみました。このゲームはどんなに FPS を上げても 60Hz までしか出ないんですよね。で、一応画面ではグラフィック設定を高にしてやっているんですが、張り付きまでとは言えませんが 60fps 付近で大体プレイできてますね。RTX3050 で安定して 60fps を出したい場合は、グラフィック設定中以下が良さそうですね。では次。フォートナイト。設定ですが、フル HD で 3D 解像度と描写距離はマックス、パフォーマンスモードで行っております。さすがフォートナイト、空中でも 200fps 以上出ていますね。地上に降りてからもかなり高い FPS が出ているので、RTX3050 なら快適に遊べそうですね。一人。二人。三人。四人。五人。六人。七人。ビクローイ。では次。エイペックスレジェンズ。それでは最後、エイペックスをやってみました。設定は左が競技設定で、右がデフォルト設定となります。まずは射撃訓練場から。で、いつもの爆撃シーン。やはりデフォルト設定だとかなり FPS が落ちてしまいますね。実際の戦場にも行ってみました。設定は先ほどの競技設定のまま行きました。競技設定なら割と 144fps 以上は出ていますが、こういったエフェクトが多い時にガッと FPS が落ちるので、安定して FPS を出したい人はもう少し上のグラフィックボードを選んだ方がいいかもしれませんね。モニターが 60Hz の人は RTX3050 でも十分です。あ。シュララ。はい、ということで今回は、BTO メーカーのストームさんの BTO パソコンをご紹介しました。自作パソコンは欲しいけど、パソコン組んだことないし、けど、いろんなパーツを自分で選んで作りたい。そんな方におすすめな BTO パソコン、いかがだったでしょうか？あとはこのパソコンの調子が悪かったりした時のサポートはどうなの？ストームさんの場合は、メール、電話、ファックスでの受付となっているみたいで。電話の場合は、平日10時から11時50分までと、12時50分から18時となっているみたいです。あとは7月1日より大決算セールを開催しているみたいなので、もしよければ概要欄から見ていただければと思います。ところでさ、一つどうしても気になるんだけどさ。はい、なんでしょうか。
今回もらったこのパソコン、自作と BGO だとどっちが安いの？そう言われると思って調べてみました。今回この PGOJ、まずストームさんでの販売価格が、税込み13万5千円になります。で、自作仕様と同じパーツを集めるとこれだけ必要となるんですが、その合計、12万9217円になります。え、5000円ぐらいしか違わないの？そうなんですよね。パソコンを組んだことがないとか購入後の保証とかがよくわからない。そんな人は BTO はかなりおすすめかなと思いました。確かに自作とそんなに値段が変わらないならいいわね。ということで本日はここまで。BTO パソコンが良かったなと思ったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけんポン。またねー。